今、イする議場は、富山県小矢部市にあった、日本の城、小矢部市指定史跡。と山城角カードナンバー43。標高186メートルの白馬山に築かれた山城。狂わと、堀切りが残る。本丸は山頂部に設置され、大きさは、東西50メートル、南北30メートル。そこから伸びる6つの尾根を利用して、城が構成されている。 なお、上域は250か所以上の作平地が見つかっており、県内でも有数の規模であることは疑いないが、今後さらに広がる可能性があるためはっきりしたことは言えない。追記以前、この地は池田吉原と呼ばれていた。白馬山頂にはもともと、能登越中国境にある伊則山山頂にあった伊種流紀彦神社から誕生した伊種流紀彦神社があり、 白馬山に築城するにあたってその神社名にちなみ、新しいイスルギイコール、今、イスルギと名付けたと言われているが、天正十年に、前田敏家が、イスルギ山天平寺を攻めたおり、天平寺の首都は和睦の人質として、本地仏の木造国造菩薩像を差し出し、その補助を築くにあたり、これを城の守護村として、あたご神社に祀ったため、イスルギ山から、多くの首都が集まり、今、 イスルギと呼ばれるようになったという話もある。この仏像は、室町時代の作と見られ、現在は、富山県小矢部市新富町四の九にある、聖泉寺に安置されている。ちなみに、炎徳三年に、霊勢亀広によって表された、越後下校日記には、ハ沼から船で小矢部川を下る折に見た景色を順に、ハ沼川、潮名川、湯漁山、南に、円喰ハウセン、 福町里と,と記している。地理的配置からして、ゆすり山、イコール、白馬山であることは、疑いようがなく、その故障からしてこの頃、すでに、ゆすり山より肝心されていたのは、間違いなかろう。城山公園として整備され、春には4000本の桜が作名所となっている。二千七年には、展望台も設置されているが、広い道路を通すなど、城跡としての景観は、 薄れてきている。また城跡本丸は、私有地となっているため、整備も行き届かず荒れてしまっている。城下から、まっすぐに伸びた道はやがて福町へと達し親部側にぶつかるが、その付近には、旗子が並んだ痕跡が今日でも、かすかに残っている。また道沿いには、多くの寺院が立ち並んでおり、四万国の城下町として、また、交通。 水運の要衝として大いに賑わったであろう。王子を忍ばせる場所もあるが、道路が拡張されつつあるなど、その風情は失われつつある。ありがとうございます。